はいどうも、なおちんです。さあ今日はダダサバイバーをやっていきます。よろしくお願いします。今というか3日前から始めたんですけども、かなりハマってやってます。で、行き詰まってたんですけども、テックパーツってやつかな、これを装備できるようになって、これ急に強くなった。急にめちゃくちゃ強くなった。はい、まあ、とりあえずやっていきましょう。宝石みたいなのが溜まったので、とりあえずガチャをね、回していきたいと思います。まあ、回したことないんですけども。スキップしていいのかな？あ、この、紫色のやつが当たりかな？紫色が当たり？それすらわかんない。多分、そうだと思う。あー、また紫色のブーツっぽいのが出た。あと一回回せるか。武器みたいなのが欲しいんだけど。あー、なんかリボルバーは弱いっていう風に聞いたんだよな。なんかいまいちだったね。まあ、とりあえず装備を付け替えて、クエスト行ってみましょうか。装備変更しました。とりあえずここ行ってみます。初めてですね。デイリーチャレンジっていうのを初めてやってみましょう。敵がノックバックしないっていう感じね。オッケー。はいはいはい。ほう、うん、とりあえずこれは俺つけるようにしてるんだよね。で、レーザーかな。サッカーボールもいいね。でもまずはこれでパワーアップさせていこう。おお、なんか偉い。スキル覚えるね。あ、なんかそうか。スキルを、2つ覚えるんだ。レベルアップごとに。そうそうそう、そうだそうだ。だったらば結構簡単にいけるんじゃないの？ガーディアン。で、これ。お、完璧じゃん。いや、こんだけスキルを覚えていけるなら、全然余裕で勝てると思うんだけど。いや、これは余裕でしょ。いやいや、でかい敵すらも全然余裕で倒せる。OK。いや、これ、レベルアップが楽しみだな。OK。あと1体。なかなか出ないね。あ、OK。出た。で、これとこれか。あ、いや、3つ覚えるの？あ、なるほど。一気に3つ覚えるんだ。あ、なら楽勝だよ。ノックバックしないとしても、全然これは余裕で倒せるはず。あとあと難しく、わーっと！これ早めにガーディアンをレベル上げた方がいいな。まあ、こっちだな。これ。で、これ。OK。うん、これ、弾を消してくれるガーディアンを、早めに、うん、上げとかないと、後々、きつくなりそうだな。どうしてもね、装備次第で、積むときってありますよね、これね。積むときがね、結構嫌なんだわな。これ。これ。はい。ガーディアン出てきてくれない。あれが出てきてくれればもう完璧なんだけど。にしても余裕。このデイリークエスト、簡単？もしかして。ガーディアン。あー、なるほど。ちょっと待てよ。これ進化できるやつ、あれが、なかなかないね。オゲイ。来た。よし。もう、突破できるやついないでしょ、これ。いや、ちょっと待って、これ消せない。
消せない弾がある。はい、消せない弾が来たか。ちょっとやだな。テレポート、オッケー。これ20ぐらいになるともう全部覚えるね。20ぐらいで全部終わるわ。はい、またボスが出てきました。いや、もう余裕だよ。はい、え、終わり？あ、終わりか。むちゃくちゃ余裕。まだ序盤だけども、序盤ではもう敵なしかもしれない。はい、ということで戻ってきました。まだね、初めて3日目なんですけども、いや、これはね、続けていこうかな。面白い。はい、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。